こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行例、高校あなた8小節10本レディーファイ。あんたの生活音の一部になってる俺の動画、そういうの知ってる。日々の楽しみ喜び込めてバースをスピットしているから、これドラゴンクエストみたい。レベルを1ずつ着実に上げて、あんたがついてこれない次元まで俺は羽を広げてる。ヒップホップはマイナスやネガ、それを救済するための音楽だから、救い道徳無視しちゃうよな、物理法則。そういうこと、文系のミュージック、理系の頭脳合わさってる2つの側面が融合して起こすレボリューション。3本目で頭ってきたなら俺もワンギア上げていこうかな。どんどん自由自在にラップしてる、このフローがついてこれるかな。まずはしっかりと言葉を吐く、ついてこれないかす、分からせちゃうやつまだまだ足りない。下回す、それまだ回ず、あんた俺の力量を下回る。死の後悔でしのぎ合って幸せを求めてる、歌詞を書きちゃう歌詞折りなんていらない。俺が吐いたフリースタイル全てが死に変わっていく、これ相思相愛かもな。恩着せがましいことはしたくねえけど、俺の動画でいつも練習ありがとうな。普段は誰も寄りつかないってほどじゃないが、まあその辺の平凡な少年がラップに一途な愛、そっからもう何もおじけづかないところの境地まで進んでいく、心の本音をさらけ出せる、そういう場所にしたいから、あんたをしたいうちみたいなことはしたない。もう6本目ってことに気づいてるか、永遠できるだろ。ここは六本木みたいに華やかな場所じゃなくて路上のストリートって話さ、この迷路迷ったら最後、お前は落ちてく奥の底、暗闇から這い上がり光を得る、俺が110の王。あんたからのメッセージを受信したから、俺のこのヒップホップ専門家を受信してくれてありがとう。返す言葉は一つだけ、みんな生きて、そういう言葉の言い出しっぺが俺だから、リーダーシップでお前にシップ貼っちゃう心の奥。このバトルはキャンセル料とか一切発生しないから、自分のスキルを試してくれたらいいよ。俺の言葉拾うところたくさんあるはず、
そういうコンセプト、概念を抽象している俺は誹謗中傷。いろんねえよ全員大嫌い、いや反対。あんたのそのちょっともろく歪な倫理観大好き、金ピカに見ちゃう彼、自分を信じたものだけが言えるよビッチちゃんって、ある種ビッチか。もうやりたいこと欲望のままにやっちゃう俺ならドラゴン、わかる Feel like a 自分自身。豆知識 feel like の後には名詞以外にも説が来る、これわかるか流動設備、お前はカゴンロップ五臓ロップ流動ダビー、その辺俺はヒロアカのダビーみたいに体に復讐の炎をまとうんじゃなくてさ、轟き光も闇も持ち合わせてる。